どうも皆さんこんにちは、チャクバスです。本日はですね、速報ということで動画ね撮らせていただいておりまして、ヒルトンホテルのことについてなんですけども、またね心配なニュースが飛び込んできました。で、今回の内容についてはですね、ほとんどの方がですね影響ないかなっていうふうに思うわけなんですけども、一応ねいいニュースではないということで、気になる方はですねぜひね最後までご覧いただければなと思います。2021年の6月15日にですね、ヒルトンホテルのねポイントっていうのは各航空会社のねマイレージプログラムに交換することができるわけなんですけども、こちらはですね2021年の6月15日より一部ね廃止になるっていうことがね分かったんですよね。ちょっと私の方ですねヒルトンデスクの方に確認を取ったわけなんですけども、間違いないということで、今後ですねヒルトンホテルのポイントに関してはですねマイレージプログラムにねまだ交換できる航空会社もたくさんあるわけなんですけども、一部ね廃止になるっていった形になるんですよね。で、廃止になるね航空会社なんですけども、こちらっていった形になっておりまして、アエロフロート、アラスカ航空、アビアンカ、アムトラック、フィンエア、フロンティア航空、ガルーダ、インドネシア航空、ハワイアン航空、ラタム航空でいいんですかね、フィリピン航空、南アフリカ航空ということで、日本にね住んでいる方で利用されている航空会社ね、まあかなり少ないかなっていうふうに思うわけなんですけども、まあハワイアン航空であったりですね、アラスカ航空などのマイレージプログラムですね、馴染みがある方もね一部いらっしゃるかなというふうに思うわけなんですけども、2021年の6月15日よりですねこちらはねヒルトンポイントから交換することがねできなくなるっていった形になるんですよね。で、公式サイトでですねポイント交換画面でこちら交換しようとするとですね、まだねシステム出来上がってないのかもしれないですね。先ほどねちょっと試したんですけども、廃止になるね航空会社のマイレージプログラムもね選択できるようになってたんで、まあ多分ね申請はできるのか、もしくはエラーになるかねちょっとわかんないですけども、2021年の6月15日よりですね交換自体もできないということですので、この点はね覚えておいていただければなと思います。でですね、先ほど紹介したねこちらが廃止される航空会社のマイレージサービスっていう風になりまして、今後もですねまだねヒルトンホテルポイントは航空会社のねマイレージに交換することができます。で、交換できる航空会社はこちらなんですけども、かなりねたくさんありまして、 ANA だったり JAL、 ユナイテッド航空、エミレーツ、シンガポール航空などね結構馴染みのあるね航空会社もあると思うんですけども、こちらに関してはまだね利用することができるっていった形になってるんですよね。まあ私の動画でもね結構言わせていただいておりますけども、ヒルトンホテルポイントっていうのはマイレージに交換するっていうのはすごいねポイント交換レートが悪いんですよね。一部のね航空会社を除きますけども、1万ヒルトンポイントが1000マイルに、ね、なってしまうっていう風になりますんで、まあ、交換するメリットっていうのはねかなり少ないんですよね。まあヒルトンホテルポイントをですね本当に余るほどね保有されている方は、まあ、交換先に使っている方もねいらっしゃるかもしれないんですけども、まあ基本的にはですねレートがとても悪いのでおすすめはできないって言った形になるんですよね。ですので、まあ、今回のニュースもですね、まあ、廃止になったところでっていうね話はあるわけなんですけども、まあヒルトンのねこういった心配なニュースはですね、先日ねこちらの動画でもね解説させていただいたわけなんですけども、ヒルトンホテルはですね2021年の7月から2021年の12月までの間ですね、アメリカのヒルトンホテルはですねゴールドステータス、ダイヤモンドステータスにね付帯している朝食特典ってありますよね、これをね休止するって発表したんですよね。まあもちろん7月から12月までということで、しかもねアメリカのねヒルトンホテル限定にはなるわけなんですけども、まあこういったね感じで対応が発表されているわけなんですよね。まあもちろんねこちらはアメリカのヒルトンホテルが対象っていった形になりますんで、日本国内はね今のところ対象外ではあるんですよね。で、この対応自体はですねコストカットなのではみたいなね、まあそんな感じで言われているんですけども、まあこういったねニュースが続いて、また今回ね交換先のマイレージサービスもね廃止になるということで、まあ
今はね、ゴールドダイヤモンドのですね、朝食廃止に関しては今年の7月から12月、またねアメリカ国内限定ということで2022年になったらね復活する予定ではあるわけなんですけども、ちょっとねこういったニュースが続いてしまうとですね、このゴールド以上のね朝食廃止がですね2022年も継続っていうのもね発表されるかなとかね、そういうのも思ったりしておりますし、今はねアメリカのみね対象なんですけども、これがねグローバルで対象になってしまうみたいなね、まあ、そんな感じのね心配をしてしまいますよね。ちょっとね今回こういった感じでヒルトンホテルのポイントがマイレージにね交換する先がですね廃止になるということで、ちょっとねヒルトンホテルにはですねかなりね注目していきたいなというふうに思ってるんですよね。このねゴールドダイヤモンドの朝食廃止もですね、ちょっと日本とかでね対応になったらですね、せっかくね2021年になってですねヒルトンアメックスねクレジットカード発表されましたけども、プレミアムカードの方はですね、まあゴールドステータスね付帯されますけども、まあ決済詰めまでダイヤモンドステータスになれるということで、ダイヤモンドステータスになればまあラウンジとかね利用することができますんで、まあプレミアムカードのですね一部ね特典は落ちるみたいになると思うんですけども、ヒルトンアメックスの一般カードですよね、こちらがねもしこのゴールドステータスの朝食特典廃止になった時ですね、保有する意味がねあるのかっていうね、そんな感じにもねなりえないって言った形になりますんで、今後もですねヒルトンホテルのね動向にね注目していきたいなというふうに思ってるんですよね。ちょっとね気になる方はですねぜひねチャンネル登録していただいてですね、ニュース出ましたらですねいち早くね動画作っていきたいなというふうに思っておりますので、ぜひねチャンネル登録しておいていただければなと思います。ということで今回の動画はねこんな感じで終わりたいというふうに思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。